ソブエ町はかつて愛知県中島郡にあった町。2005年4月1日、隣接する平和町と共に稲沢市へ編入された。西側にある岐阜県との県境を木曽川が流れており、岐阜県橋間市及び海津市と境界を接していた。銀南の生産量は日本一だった。ソブエ町は木曽川の傍流に取り巻かれた土地である。 酸化鉄を含む赤茶色の水が流れる川があり、現在も大雨の後に名残が見られる。この赤茶色の水をソブ水と呼んだことがソブエという名称の由来とされている。河川に囲まれる土地柄であり、和獣や水屋といった特殊な地形や建物が築かれた。町の西部は木曽川に面している。東部は日光川が稲沢市との境界となっていた。また、 町の中央を両内川が流れている。天気が良いと北西に、いぶき山が見える。山崎地区では、銀南の生産が盛んであり、胃腸の紅葉の美しさでも知られている。毎年11月下旬には、祖父江町紅葉祭りが、開催されている。町内にある国営木曽三河公園、ワイルドネーチャープラザ、県営木曽川祖父江緑地公園、 シエーソブエワイルドネーチャー緑地という三つの公園を総称してサリオパークソブエという木曽川ソブエ緑地公園の近くには木曽川によって作られた下半砂丘であるソブエ砂丘があり合併後も10月中旬に稲沢サンドフェスタというイベントが行われている江戸の法暦時代に行われた法暦地水明治時代にヨハニスデレーケが行った 三河分流工事などが、調子に乗っている。息吹卸しに対する、防風林と銀南の食用を兼ねて、祖父江町には、胃腸型数植えられている。1900年頃からは、商業的な銀南の生産が盛んとなり、品質の高さを求めて、品種改良も行われている。銀南は、継ぎ木で増やすため、現在も親しまれているトークロウなどの品種は、祖父江町発祥とされる。 それにちなんで、遅くとも2002年には祖父江町紅葉祭りが初開催されている。祖父江町には樹齢100年を超える遺町の大木が多数ある。愛知県立共和高等学校祖父江町、中央図書館名鉄美祭線、森上駅町内に国道は通っていなかった。善光寺東海別院、ありがとうございます。